Peace be with you all and welcome to 412A TV. I hope you enjoy this movie. Please subscribe if you haven't done so and let me know what you think by leaving your comments below. すいません。ごめんください。はーい。ケーキショップニコラですけど、ご注文のクリスマスケーキお届けに上がりました。今ちょっと手が離せなくて、すぐ行きますから。はい。
すいません。はーい。お題の方ですけど、ファミリーサイズですんで。今ちょっと手が離せなくて、すぐ行きますから。大丈夫ですか？失礼します。大丈夫ですか？ねえ、ちょっと待って。お客さん、着きましたよ。お客さん、1200万円になります。なんてねなあ、本当に学校まで行かなくていいのか？いい、小学生がタクシー通学なんて、反感買うだけだもん。
父親が娘を送り届けて何が悪いんだよ。あ、今日塾だから先食べててね。お前休んじゃえよ、塾なんて。何言ってんの。クリスマスイブだぞ。サンタさん待たせたら悪いだろう。サンタさんなんていないでしょ。いるよ。どこに。ここに。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。なにこれ。え、なんかついたんだけど。あー、ごめんごめん、多分今朝のお客さんだな。はい、ごめんな。やだ、もう最悪。ごめんごめん、行ってきます。あかね、メリークリスマス。センターより応答願います。はいはいはい。センターより応答願います。はいはい。はい、12号車どうぞ。柏木さん、今どのあたりですか。あ、今ね、ちょっと頼むよ、予約なんて入れないでくれよ。夜勤明けでもう上がるとこなんだからさ。今警察の人が来ててね。警察？柏木さんに何か聞きたいことがあるんだって。何それ。よくわかんないんですけど、なんか今朝乗せたお客さんのことで何とかって。今朝乗せた客？柏木さん、柏木さん。ああ、分かった分かった。なるべく早く戻るから、そう伝えて。了解、よろしくです。大丈夫？あ、うん。柏木さん、お願いがあるんだけど。動かないじゃん。ダメ、指離しちゃう。ねえ、本当にそういう力あんの？
そういう力？子供の頃からいろいろ見えたり聞こえたりしてたんでしょ？ああ、がっかり。っていうかさ、そもそも呼び出す相手間違ってると思うんだけど。有名人がいいって言ったの自分じゃん。だからって松潤はないでしょ、松潤は。ね？じゃあ、岡田くんとか？いや、だから、生きてんじゃなくて死んだ人だよ、死んだ人。あ、柏木さんのお父さんは？え？まゆみ。亡くなったんだよね。行方不明なだけだよ。ね。そうなんだ。ごめんね。ううん。もう7年も前だし。やめよっか。だね。こっくりさん、こっくりさん。待って。私じゃないよ。み。ら。い。未来。未来って、過去とか未来の未来？人の名前かな。ちょっと、あかね？あかね！はじまびさん？出ないんだ。怒っちゃったかな。なんで？お父さんの話とかするからでしょ。気にしなくていいって言ってたじゃん。あ、何？忘れ物。はあ、ちょっと取ってくる。はい。ちょっと早くしてよ。新しいお家ですよ。どう？お庭見ましょうか。こちらですね。春先になりますと。おじちゃん、すごいよ。早く早く。今行く。お風呂は？
こちらです。十分だろう。うん、広くていいわ。過ぎると思わない？なんかあったりして。なんかって？誰か死んだとか。ここでほんと冗談通じないよね。私の部屋はここかな。うん、静かだし勉強もはかどるだろう。司法試験今年こそ決めてもらわなきゃな。2階お兄ちゃん使うからね。お父さん。ああ今見てきたけど静かだよ。やっぱり通りからいい。おばあちゃん。行きます。
すぐ行きます、すぐ行きますから。大丈夫か？メリークリスマス。開けてみて。かわいいでしょ？ごめんな。ん？せっかく楽しみにしてたのに。ううん、お店なんてまた予約すればいいし、お家でクリスマスも悪くないよね。よし、じゃあ、はい、消して。メリークリスマス。メリークリスマス。うがいしないと。平気。
かねちゃん。だいぶ下がったし、ほら、これのおかげ。ああ、ごめんね、こりっぱなしで。ちゃんと治ってからでいいよ。うん。でも、聞いたでしょ。聞いた。あかねちゃんがお守りって言ってたのがすごいわかった。おばあちゃん、それ私おじちゃんのでしょ。また怒られるよ。お邪魔してます。ごめんね。ううん。大丈夫？そろそろ帰るね。大丈夫大丈夫。もうちょっといて。誰かいてくれた方がいいから。おじさんいるんでしょ？だから嫌なの。最後ですけども、第3に、令状主義の例外というものがありまして、これはですね、第33条の場合にのみ限定されています。一般にこれをですね、逮捕に嘘でしょ。お母さんとか知ってるの？どうして？言えないよ、一緒に住んでるのに。前からそうなの？ここに越してから急に。あとお風呂から出ると下着なくなってたりとか。え？違うの、これおばあちゃんが。そろそろ帰ったら。でも。イライちゃん、この家。え？
宿題見てあげる。いい。いくないでしょ。汗かいてるね。あれ、川端バナいたんだ。そういえばさ、塚田さんとこまた子供できたんだって。いい年してよくやるよな。行きます、すぐ行きます、すぐ行きますから。行きます、すぐ行きます。何聞いてんだ川端。すぐ行きますから。行きます。川端、すぐ。安川さん、西荻一家惨殺事件、もう7年も前になるな。それとあのテープとどういう関係があるんですか？その事件の犯人自殺したんだよ。一家全員殺した後に自分で首吊って。そいつ自分が死ぬ瞬間をカセットテープに録音してたんだ。それで当時の捜査員の一人が真壁って言うんだけど、その真壁が残業して一人でテープ起こしすることになった。ところが次の日署に行ってみると、
テープだけあって真壁のやついないんだよ。何度も家に電話しても一向に出る気配がないし、しょうがないから直接真壁ん家まで様子見に行くことになってさ。そしたら真壁のやつ死んでた。え？風呂場で首吊って。テープを聞いたせいだって言うんですか？何が録音されてたんですか？安川さん、声だよ。声ってさっきの？いや、別の声だ。子供の声だ。どこ行くんですか？燃やしてくる。何もそこまで。捨てたんだよ。え？このテープ7年前に俺が捨てたんだよ。何十キロも離れた山の中まで持ってって。こんなとこにあるわけないんだ。関わるなよ。絶対関わるな。ええ、あ、そうですか。じゃあそちらでお願いします。はい、ええ、ファミリーサイズ一つで。じゃあお願いします。はい、失礼します。ケーキね、明日の朝届けてくれるって。こんなにバカだとは思わなかったよ。でも模擬試験の結果良くなかったって。聞いてないよ。言いましたよ。聞いてない。ちゃんと見てなきゃダメだろう、母親なんだから。すみません。謝らなくていいよ。実の母親じゃないんだからさ。何がおかしいの？別に。何ですか？いいです。なんでいつまでも受からないんだよ。どれだけ金を使ったと思ってんだよ。みっともなくて人様に言えないよ。また人様だよ。お前もだぞ。16で子供産んで挙句の果てに出戻りだなんて。私だって好き好んで産んだわけじゃないわよ。他にもってやりたいこととかいろいろあったんだから。だったら下ろせばよかったじゃないか。散々下ろしたいって言ったのに。次に刑事訴訟法ですが、不貞の大部分を222条に。行きます。
お腹減ったの？何か作ろっか。ね。美穂さん。何？お客さん、クリスマスは何か予定とかあるんですか？うちはね、娘がいるんですよ。小学4年生なんですけどね。まだプレゼントとか買ってなくて、そのぐらいの年頃だと何が喜ばれるんですかね。行きます。
すぐ行きます、すぐ行きますから。早く来て、怖いからこっちに来て。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。お母さん？あかねちゃん。あかねちゃん。ごめんなさい、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 ごめんなさい。Thank you for watching. I hope you enjoyed it. Please check back soon for more uploads.